どうもこんにちは、いい音チャンネルのあんずです。今回は今数々の音楽ランキングで1位を獲得、朝のニュース番組に取り上げられるほどのすごい人気を誇っているユニット YOASOBI さんの夜にかけるをマインクラフトで演奏してみました。実は今年の2月くらいから個人的趣味でこの曲の楽譜をコツコツ作っていたのですが、毎日投稿が忙しすぎて投稿するタイミングがなかったんですよね。もうこの曲に対する愛を爪に詰めまくったんですが、もうねやばいことになりましたね。サビとかいっぺんに6つしか音鳴らすことできないんですけれども、8個楽器使ってますからね。ミスですって怒られるやつですわこれ。ごちゃごちゃした16種類楽器バージョンよりも歌、ベース、ドラムだけで作った5種類バージョンの方が結構シンプルでいいのかもしれません。この後鳴らしますので、よかったらついでに聴き比べてみてください。ちなみになのですが、音風呂投稿者の8割はこの人に後がわりで作り始めましたというほどの圧倒的カリスマと技術力を誇る音風呂界のゴッドオブレジェンド、もももさんっていう方がトロッコで簡単に作れる夜にかけるサビの作り方を投稿しています。こんな難しいカエル作ってられるかという方は、ぜひもももさんのやつを作ってみてくださいね。それでは今回の設計図をどうぞ。Thank you.
マインクラフトの音ブロックを使って音楽を作りましょう。最初にブロックを置いてボタンをつけ、リピーター、レッドストーンの順番で並べます。左にレッドストーンを10個置きます。レッドストーンの端から上に向かって3回クリックしたリピーターとブロックを交互に置きます。設計図は一度にブロック4個分を表示するので、目印として看板を立てていくか、ブロックの種類を変えながら4個ずつ置きましょう。このビデオの音楽の音ブロック回路が3つだった場合は、右にもレッドストーンを10個置き、右端から上に向かって3回クリックしたリピーターとブロックを交互に置きます。音ブロック回路が2つの場合は、この項目を飛ばしてください。ブロックの右にレッドストーンを置き、クリックなしのリピーターを3個置きます。設計図を見ながら、リピーターの間の地面を変え、上に音ブロックを置き、クリックします。ブロックから音ブロックまでの空間は、別のブロックで埋めます。音ブロックは、地面の種類により楽器が変化し、クリックすることで音が高くなります。設計図では、数字の色の組み合わせで地面の種類を表現します。数字の大きさは音の高さになります。音ブロックを置いた後に数字の量だけクリックしましょう。楽器の数は機種やバージョンによって違います。音ブロックの見た目がこの場合、楽器は5種類です。音ブロックの見た目がこの場合、楽器は16種類あります。数字の色の組み合わせと地面の種類を見ていきましょう。5種類の楽器の説明です。明るい音ブロックに白色の数字の組み合わせの場合、音ブロックの下に石ブロックを置きます。黄色は砂ブロック。水色はガラスブロック。オレンジは木のブロック。緑は草ブロックを置きます。16種類の楽器の説明です。5種類の楽器の説明に加えて、暗い音ブロックに白色の数字の組み合わせで骨ブロック。黄色は金ブロック。水色は氷塊ブロック。オレンジはウールブロック。緑は粘土ブロック。丸い形の音ブロックに白色の数字の組み合わせは鉄のブロック。黄色は干し草のブロック。水色はソウルサンド。オレンジはカボチャブロック。緑はエメラルドブロック。ピンクはグローストーンです。ステップ1で作ったボタンを押すと音楽が始まります。作り方は以上です。最初の設計図を見ながら作ってみてください。いろんなゲームの音ブロックでこれからも演奏していきますよ。よければ高評価、チャンネル登録をお願いします。